顔をこうやって持ってキスする。レン君が動いてるぞみたいな。めっちゃ笑ってる。ねえ、授業中はいつでもうとうとしてるのね。そんな姿が愛おしくて。やばい、キュンだよ。キュンだ。大石正義と鈴木愛理のアニソン神曲カバーでしょでしょ。どうもアニソン界の超力そまがねこと大石正義です。そしてオラワクワクすると鈴木愛理です。勇気あるよね。なんか勇気がある。壊滅的にモノマネが下手くそかもしれない。ドラゴンボールですか。はい、今日はドラゴンボールが好きなゲストさんが来られるって感じ、ね、そうみたいです。はい、こんな国民的アニメのあのセリフをこんな雑なものまでできるなんてもう本当勇気あるかな。ねえ、さあ今回はこちらの方にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。めっちゃギター持ってきましたで。ありがとうございます。新鮮ですね。楽器を持たれて登場する。そうなんですよ。シンガーソングライターの方が来ていただくっていうのは実はこの番組史上初めてなんですよ。はい、本当ですか、はい、ありがとうございます。お二人は同じ高校なんでしょ。なんかそうみたいなんですけど。そうみたいなんですけどっていう感じなの。あの3つ離れてるんで被ってないんですよ。被ってないんですけど、うん、私はもうめちゃくちゃ知ってたっていうか、先生がもうすごいんですよ。あの芸能コースでこんな頭いい子が出ると思わんかったみたいな感じの、だからみんな真面目にやってくれみたいな学校集会みたいなので言うんですよ、先生がマイク使って。え、そうですそうですそうです。愛理さんがすごいから私たちは大変な思いをちょっと待って、真面目に生きなきゃ。いや気をつけな。さあ、その子ちゃんといえば恋愛ソングのイメージがありますが、うん、確かに確かに、特に中高生の女子からめちゃくちゃ人気ということですけども、恋バナとか大好きなんですか。めっちゃ好きですね。めっちゃ好き。恋バナじゃなくても、じゃあなんかハマってるものとかの話から、うん、もう そっちに行っちゃうんですよね。一緒にご飯行った時もそうだったよね。基本的に最後そういう話で恋バナで夜が更ける。なんかいいな。まずはこちらです。幼少期から小学校時代、懐かしアニメにドハマり、小6で路上ライブを始める。すごい、小6で路上ライブ。懐かしアニメにドハマりってことですけど、はい、そもそもその子ちゃんは1997年兵庫県出身で、はい、お兄ちゃんの影響なんですかね。そうですね。家でアニメ三昧、ドラゴンボール、キテレツ大百科、ランマ2分の1など、うん、懐かしいアニメにハマっていく。そうです、めっちゃ好きで、なんて言うんだろう、キャラクターが可愛いっていうのからすごいやっぱ強くて、うんうん、ドラゴンボールも一番最初って悟空すごいちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいのよ。で可愛いんですよ、すっごく。キテレスとかも、うん、やっぱコロスケ可愛いし、可愛い。でランマもポップだしみたいな感じで好きです。中でも特にハマったのは、最初はやっぱドラゴンボールが、うん、やっぱお兄ちゃんもすごい見てたので、うん、一緒に見てて一番最初のシーンで悟空がブルマのパンツを脱がしちゃって、ああでそれを知らないままブルマが亀仙人のとこいろいろあって行くことになって、うん、パンツを見せてくれっていうのを亀仙人にお願いされるんですけど、うん、自分パンツ履いてないの気づいてないからバーってスカートをめくっちゃうんですよ。そうっていうシーンがあって、私そこがすごい好きで大人になってからもそこだけちょっと見たりとか。なんでな見ようかなって。え、面白いですよ、すっごい可愛い。そして小学校6年生の時に作詞作曲を始めて路上ライブで歌唱し始める、うん、かっこいい。かっ
けー。そうですね、やってました。そんな路上ライブをしていた頃の様子の写真があるということで。あ、見たい見たい。めっちゃ恥ずかしい、やばい、どうしよう。うわー、かわいい。すごい、やばい。小学校6年生です。私が作った曲です。かわいい。恥ずかしい。すごい度胸っすね。かっこいい。本当に怖いもの知らずで、うん、今はもうできないです。ちなみに僕も中1で作曲してるんですよ。きっかけとかってどういう。きっかけは当時僕あの彼女がいまして。早っ。マリちゃんって言うんですけど。マリちゃん。で、周りの人間にマリちゃんにちょっとクリスマスソングの一つや二つ書いた方がいいんちゃうかって言われまして。ロマンチック。それで生やされたまんま書いた曲が、うん、きっと今夜はホーリーナイトという曲。マリちゃんどうでした、その時。マリちゃんの反応は。歌を聴いてもらう前に別れました。きっと今夜はホーリーナイト。ホーリーナイト。ちなみに初めて書いた曲とか覚えてます？覚えてます。私は心っていう曲でした。かっこよすぎるやろ。かっこいい。小6で心っていうタイトルつける。つけないです。どんな曲なんですか、こう歌詞とか。家の前に捨て猫がいて、可愛、うんうんうん、いって言ってるのに誰も拾っていかないのを見て、もうちょっと行動に移してほしいなっていう。なるほど。それでつけたタイトルが心。大人すぎるわ。すごい。恥ずかしすぎるんですよね。いや、めちゃくちゃかっこええわ。続いては中学高校時代です。ラブコメを見て曲作り、キュンがないと生きられないということで。キュンがないと生きられない。中学校1年生の時に関西を代表するライブハウス心斎橋クラブクワトロで史上最年少ワンマンライブを開催。これすごいですよ。すごくないですか。クワトロをワンマンやるってすごいことですよね。ありがたかったです、ね、環境に。で、高校入学とともに上京で、はい、高校3年生の時にメジャーデビュー。そうですね。すごいね。すごいですね。高校時代って一人暮らしされてたんですか。はい。不安とかなかったです。もう楽しみでしょうがなかった。若いし、うん、で、やっと一人暮らしだと思ったんですけど。けど一人暮らし始めたらいろんな問題がありますよね。あるよね。え、何があるんですか。いや、分かんないことだらけだったんで。あ、ご飯1合炊いて残りどうしたらいいか分かんなくて、朝ごはんに1合食べてたんですよ、ほとんど。1合一生懸命ね。そうです。もうあの丼いっぱい。このまま私は行ってました、炊飯器ジャーのまま。ジャーのままあのふりかけぶわーってかけて朝から1合食べて学校行ってました。すごいね。すごいパワフル。そんなあのいちご食べてるぐらいのね時の井上さんの写真があるそうなんですけど、はい、こちらです。うわ、か、髪型だな。大人っぽい、髪長いんです。アジアンビューティーだわ。アジアンビューティーだね。あ、カラコンしてんだこれ、はい、そんな中で、はい、この頃ストロボエッジやアオハライド等々ラブコメにドハマりと、はい、ありますけども。そうですね、本当に絵が好きで、そもそも滝坂陽先生という方の絵が私のドンピシャで、その表情の作り方とかも全部お上手で、うんうんうん、本当に私はどれだけ書き立てられて曲を作っただろうって思います。こんな風になりたいとかっていうことを。いや、曲を書くっていうのは、私ラブソングがもともと好きなので、うん、そのラブソングを書くにあたって、まあちょっと妄想をしたいなと思った時に、好きな人をやっぱ頭に浮かべたいなっていうのがあって、一ノ瀬蓮くんっていうストロボエッジの、ストロボエッジの主人公の男の子が好きすぎたので、うんうん、ずっと蓮くんで妄想して曲を書いてます。天才ですね。何も手につかない頭から消えない、会いたくって会えなくってドキドキが止まらない、ねえ聞いて、君が好きなんだ、大好きだよ、ちょっとしてよ。クラスメイトをほにゃららして曲作りしていた、うん、クラスメイトをレン君に見立てて、頭の中でこの子はレン君だっていうのを思いながら、うん、レン君だったらこうやっていたら可愛いだろうなみたいな。それで想像しながら曲作りをしてたってこと、はいはい、男友達がどういう風に動くかでレン君をこう動かして頭の中で、それでキュンキュンしてたってこと。
それね、キュンキュンしてたし、なんかこう出来上がった時に、ああ、これで蓮くんが動いてるぞみたいな。めっちゃ笑ってる。ちょっと怖かった今。ちょっと笑い。おじさんちょっと怖かった今。大体もう本当ほとんどの曲、最初の初期の曲はもうほとんどもう蓮くん。蓮くんなんだ。感じなんですけど、一番よく覚えてるのがその大好きっていう曲を作ったんです。メジャーデビュー曲なんですけど。うんうん、あ、じゃあちょっと。あ、出た。ギターここで弾いてくれるんですか。ここで脳内蓮くんで使ってくれるんですね。ちょっと一瞬弾いてもらってもいいですか、じゃあ。結構語りっぽいというかあれなんですけど、はいはい、チャイムが鳴った頃に聞こえるバタバタ足音、これがいつもみたいな感じです、ね、いやかっこいい、ねえ授業中はいつでもうとうとしてるのね、そんな姿が愛おしくて、やばいキュンだキュンだキュンパクキュンパク、これをなんか男の子が、はい、チャイムがこう鳴ってんのにブワーって走ってきたんですよ。ほう、 うわ遅いなってその時は思ったんですけど、いやこれがレン君だったらめっちゃかっこいいぞ。え、分かりませんか。いや分かるよ分かるよ、ちょっと遅れて教室に入ってくる感じとかで、しかもなんかすいませんみたいな感じで来て、主人公は遅れてくるみたいな、そうです、これがいつも朝の合図、君が来たんだ、はい、ね、授業中はいつでもうとうとしてるね、そんな姿が愛おしくて、これはじゃああれだ、もうクラスメイトがちょっと、はい、ってなってるのを見て、レン君に脳内変換して出たのがこの感じ。はい。チャイムが鳴った頃に聞こえるパタパタ足音、これがいつも朝の合図、君が来たんだね、え授業中はいつでもうとうとしてるのね、そんな姿これ男子の方は知ってるの、これは。いや絶対知らないです、好きでもなかったんで喋ってもない。でも逆に喋ってもないの、極端極端、全然喋ってないですね1年間に、はい。ラブコメアニメが大好きな井上さんですが、うん、実はもう一つドハマりしているものがあるそうです。なになに、こちら韓国ドラマにドハマり、イケメンを見て癒される。どういうこと、どういうこと。私本当ラブコメの漫画とかアニメとか、うん、と同じレベルで韓国ドラマも好きで、お、うん、私本当キュンキュンを補給しないとどうにも幸せっていうものが見つからない。じゃあ韓国ドラマにもそれを求めて見てるわけですね。そうなんです。一番ハマった韓国ドラマ、まずはイケメンですねから始まりました。あ、イケメンですね、誰だっけ。チャン・グンソクさん。チャン・グンソクさんが、はい、もうチャン・グンソクさんにはドハマりしてしまいまして、あれから。チャン・グンソクさんって結構プライベートというか、その番組とかでもオラオラキャラなので、うん、結構引きずって見れるというか、うん、イケメンですねでのキュンキュンシーン、一番やっぱりここでしょみたいなのは、うん、殴ると見せかけてキスするっていう。どういう状況。うわーってなってるとこから来てたんですって。どういうこと。ちょっと怒ってたんですよ男の子が、うん、でそれがチャン・グンソクさんなんですけど、胸ぐらまで掴むかなんかですよ、結構グッとやっちゃうんですよ。でちょまず身長がちょっと近くなるんですね、そのグッて、はいはい、うってなるじゃないですか。でキャーって女の子はやるんですけど、バンってやってこの時に顔をこうやって持ってキスする、うん、あー、いやいや、断末魔が聞こえたかな。俺やべえ、なんか変な妄想してたわ。何ですか。なんか俺もやっぱ田舎育ちだから、なんか田舎のヤンキーみたいな感じで、なんかビビらせるやつあるじゃん。面白い。なんかこんな想像して違うんだ。違う。ではまず1個目はこちらです。一緒に隠れて肩をグッ、アオハライド。あ、これあったねシーン。まあそもそもアオハライド 自体がもう大好きで、うん、もうほんとマブチコも最高みたいな。マブチコ最高だね。マブチコ最高なんですよ。何気、どんだけどんだけ。ツンデレだね。あ、好き、ツンデレ、もう大ツンデレで、大ツンデレで、これシチュエーション的にどんな感じだったっけ。これは、うん、マブチコは実のお兄ちゃんが先生なんですね、学校の、うん、で学校の中で先生に追いかけ回されてたっていうか、おいこうどこだよみたいな言われてたんですよ。で逃げてて、
窓からピョンって飛び降りたんですよ、あの1階だったんで。で越えたらそこには双葉っていう女の子がいたんですよ。で、なんでいんのみたいになってちょっと大きい声出しちゃったから、こうがシッってやって肩をグッてするんですよ。で、こうはいや、やべえシッみたいな感じなんですけど、双葉はみたいな、キュン、これはキュンです。僕もこのシーン大好きだったわ。アニメもめちゃくちゃいいです。よかったよね。ぜひ見てほしいです。2つ目はこちらです。じゃん、耳の下に手回しキス。どういうことか教えてもらっていいですか？何これはコーヒープリンス1号店という韓国ドラマを見て、キスシーンがもうこのコンユさんという俳優さんがもう得意としていると思うんですよ。コンユさんすごいのよ、本当にセクシーですよね。コンユさんってキスシーンをするときに大体ここに手を入れてこう首を支えてくれてキスをするんですよ。わー、これが本当に最高。本当、今膝大丈夫か？勢いつけすぎじゃない？フリップ、これは本当に最高で、手の大きさもうこう感じる、わかる。でちょっとこう筋がちょっと入る感じもセクシー、甘ーいみたいな。ちょっとごめんなさい、置いてけぼりにしないでください。もぜひあの、ね、奥さんに実演してあげてほしい。耳の下に手回しキス、これめっちゃいいです。色っぽいですね。色っぽい。さあ最後の一つは何でしょう？こちらです。ラブコンから俺のこと好きなのやめんな。かっこいい。キャー大谷って書いてますけど、大谷と小泉っていう2人がいて、大谷の方が背が低くて小泉の方が大きくて、こう漫才をしてるような関西人の2人で、まあ、恋愛なんてって思ってるんですけど、小泉が大谷のことを好きになってしまうんですね。でその時は大谷はいやいやありえへんやろみたいな感じで言っちゃうんですけど、だんだん大谷が意識し始めて頃に、小泉がちょっともう私辛いから大谷好きなんやめるわみたいなこと言うんですよ。そしたらもう大谷が、俺のこと好きなのやめんな。おーやめません。そのセリフ考えた人天才だと思うわ。その子ちゃん相手に大石さん言ってみてって。え、これセリフ1個でいいんすか？なんかシチュエーションみたいなのキュンキュンさせて。その子お前シンジとカラオケ行ってたん？行ってたで。なんかストーリー見たけどめっちゃ楽しそうにしてたよ。もう私大石のこと好きなんやめるわ。俺のこと好きなんやめんな。あ、ちょっとかっこいいかも。どう？今のいいですよ。今のめっちゃいいですよ。いいですね。コントじゃなかった。脳内再生再びされてますけど、すっごい大谷でいいです。いや、大石さん。うわ、嬉しい。ちょっとね、ロートーンで言うのがいいね。いいですね。確かにね。でしょでしょ。さて、井上さんのアニマ愛をたっぷり聞いたところで、続いてはこちらのコーナーです。井上さなかのカバーでしょでしょ。さあ、今回この番組では井上さんに歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました、今回アンケートさせていただいたのは、井上さんがハマった懐かしいアニメ、ドラゴンボールランマ2分の1キテレツ大百科の楽曲です。おでは結果を発表します、アンケート結果はこちら。はあ、やっぱ1位初めての中学んにや、睡眠不足とか知ってる？聞いたらわかるかな。キテレツ大百科見てた。お料理更新曲はいざスーツメヤキッチン、目指すはジャガイモってコロッケの作り方を言ってるんですけど、それの歌詞の通りにやってもコロッケでけへんっていう伝説、伝説の曲です。それではこのアンケートの上位に入った曲の中から井上さんにカバーしていただくのは、ロマンティックあげるよです。はい、これもまた名曲ですよ。デビューした頃からってもうほんとずっと歌ってみたかった。あ、歌ってみたかったっていうことは今まで人前で歌ったことがない？ないです。めちゃ貴重じゃないですかね。貴重ですね。ありがとうございます。はい、そして今回大石さんにも歌ってもらいますということで、歌う曲ですが、井上さんからのリクエストが、そうなんですよ。最近私進撃の巨人を見まして、進撃の巨人第1期のオープニングテーマの、リンクとホライズンさんのグレンの弓矢を、
っちゃ難しい曲。ちょっと絶対でも似合いそう。いや似合う似合わへんの問題じゃ、まず言葉が難しい。ドイツ語。俺だってさ今日さ手にメモってきたもん。次出せっせなビーディギネーが。ほら。これ頭のやつ手に書いてきた。大変やねんね、あれ。ありがとうございます。すごい。それでは聞いてください。大石正義でグレンの弓矢と井上園子でロマンティックあげるよ。ロマンティック